はい、それでは、この表題の論文に関して、文献紹介を行いたいと思います。言語処理研究室福島雅也が発表いたします。で、この研究の、概要として、日本語二重目的語構文の基本語順を分析するということで、大規模コーパスを用いて分析することで、多くの仮説を網羅的に検証することが可能だということを示しています。で、分析結果から分かったこととして、動詞によっては基本語順が異なる、省略されにくい角は動詞の近くに出現する傾向がある、動詞のタイプは基本語順と関係しない、二角名詞が着点を表す場合、優勢性を持つ名詞の方が、2をの語順を取りやすい、対象の動詞と、高頻度に表記する五角名詞、二角名詞は、動詞の近くに出現しやすいということが、分かったそうです。で、はじめに、二重目的語構文とはということで、これは、二角と五角で、こう表される2つの目的語を取る構文で、例のように太郎が、次郎に写真を見せたのを、次郎にと、写真をに当たる部分で、その2つの目的語を取っているっていう、そのような文を扱っています。で、この関連研究では、日本語に、基本語順が存在していることが示唆されていて、どの語順を、基本語順を見なす、基本語順と見なすかは意見が分かれています。で、二重目的語構文でも、同様に、どの語順を基本語順と見なすかっていうので、さまざまな説が存在いたします。で、このその基本語順の分析方法として、理論研究と、心理実験、脳科学に基づく研究などさまざまな、分析方法があります。しかしこれでは、信頼性は高いんですけども、データを取るために、コストがかかるので、網羅的な検証というのが不可能となります。で、そのため大規模コーパスを、用例として収集することで抽出して分析することで、その網羅的な分析をしようという発想でやっているそうです。で、このコーパス内の占める語順が基本語順とは限らないため、コストをかかる検証を行う前段階の検証として用いた方がいいんじゃないのかっていうのが、この論文で言われています。で、今回この検証する仮説として本研究 で、代表的な仮説と、その類型として5つの仮説を、大規模コーパスを用いて検証しようとしました。で、それは、まず1つは動詞によらず基本語順は2をの順で出てくる。そして、基本語順は動詞のタイプによって異なる、省略されにくい角は、基本語順において、動詞の近くに出現する。基本語順は二角名詞の意味役割や優勢性によって異なる。対象動詞と高頻度に表記する五角二角名詞は、基本語順において、動詞の近くに位置するという5つの、仮説を検証するということにしました。で、詳しくその仮説について説明していきます。で、まず仮説 A は、日本語二重目的語構文には、大きく分けて2つの基本語順ということで、が、に、おの語順 で出現する出現を基本語順とするか、が、おにを基本語順とするかというものが存在します。しかし、これはがは共通のため、にとおとにおの語順を、について調べるということです。仮説 B として、動詞のタイプって言いましたけども、それは、刺激軌道交代を適用した時の主語で判断するということで、以下の2つのショートパスタイプというのがあるんですけども、上の例だと彼に本を見せるっていうのを、変換すると彼が見るということで、彼になので、彼がになって主語になっているので、二角名詞が主語、下も同じように本をっていうなっているのが本がになっているので、お角が主語になっているっていう、そういう分類をして、それに語順が関係あるかなっていうのを調べています。
で仮説 C は省略されにくい角は、まあ、動詞の直前に出現しやすいという、まあ、ことです。仮説 D については、まあ、二角名詞が生物であるときというか、まあ、優位性を持つときに、まあ、の語順を取りやすいという、まあ、仮説です。まあ、例としては、先生に本を返したと本を学校に返却したでは、まあ先生に本を返却したっていう方で、2をの語順を取りやすいのではないかという仮説です。で、仮説 E は、高頻度で、まあ、動詞と共起する二角名詞、横角名詞は動詞の近くに出現しやすいという、まあ、仮説です。で、まず分析に、まあ、使用する用例の収集なんですけども、ウェブから、まあ、収集したテキスト集合の中から、まあ、以下の手順で、まあ、用例を収集したそうです。で、最初に、まあ、テキスト集合を文に分割して重複がないようにする。そして2番目に、KNP を用いて構文解析をして、構文的曖昧性がないと解析された用例を抽出して、さらに最後、用例を動詞ごとにまとめ、用例が一定数存在する、まあ、動詞のみを、使うという、まあ、収集をしました。その結果、648種類の動詞が分析対象となりました。で、まあ、分析方法と結果として、まず動詞ごとの基本語順の分析として、仮説 A と仮説 C を検証するために、分析対象の動詞に対して、まあ、5画2画どちらかが一方が出現した、まあ、用例のうち2画のみが出現した割合と、まあ、5画2画 どちらも、まあ、出現した用例のうち、まあ、O2 の順で、語順が O2 の語順で出現した割合を算出して、それらの相関を取ったそうです。でその結果なんですけども、その2つの、まあ、割合には、まあ、弱い相関があって、まあ、仮説 C のような、まあ、動詞に近い角は省略されにくい傾向が見られるということが分かりました。で、動詞の 38% は O2 の、まあ、語順が優勢ということで、まあ、全ての動詞の基本語順が O2 で出るというわけではないので、まあ、仮説 A が正しいとは言えないのではないかと言っています。次に、動詞のタイプと基本語順について調べるということで、仮説 B の検証のために、まあ、先ほどの小タイプの動詞11個とパスタイプの動詞22個を、まあ、対象に語順を調査したんですけども、まあ、こちらの表を見て分かる通り、O2 率見ると、まあ、0.958 が小タイプでも、まあ、パスタイプでも 0.71 とか高い数字が出てたり、まあ、低い数字も同時に、まあ、出ているということで、まあ、両者に有意な差は見られなかったそうです。で、次に、二角名詞の性質と、まあ、基本語順についてということで、まあ、仮説 D の検証のために、まあ、二角名詞のカテゴリが人である用例と場所施設である用例がそれぞれ100以上存在する動詞を対象に、まあ、O2 の語順で出ているかっていう割合を調査しました。で、その結果、まあ、126個の動詞が条件に合致して、まあ、その中で、表の、上の据えるとか、展示する、まあ、下のように落とす、郵送するのように、人と施設の間に、まあ、優位な差が見られたっていう判定された動詞が94個ありまして、まあ、そのうちにカテゴリーが人でっていうことで、まあ、上の据えるや展示するの方で、2をの語順になる割合が、まあ、高いという、結果が得られました。で次に、動詞と名詞の表記度合いと、まあ、語順の関係ということで、それぞれの各の名詞と動詞の表記度合いを、まあ、正規化自己相互情報量で、まあ、表現して、データは500回出現した横画名詞、二画名詞、動詞の組み合わせを使用しました。これは、まあ、2302個あったそうです。最終的には。で、まあ、慣用表現の影響も調査ということで、まあ、慣用表現は手作業で、まあ、収集して集めたそうです。
で結果として、二角名詞と動詞、五角名詞と、まあ、動詞の、まあ、正規化自己相互情報量の差を、まあ、と、まあ、を2語順の、まあ、割合の相関係数を出したところ、まあ、0.567 ということで、まあ、相関が見られたということになっています。また、まあ、ちょっと漢字間違ってるんですけども、慣用表現を除いた、倍というのは、まあ、二角名詞と動詞と、まあ、五角名詞と動詞の中からさらに、まあ、慣用表現に見られるものを、まあ、抜いた結果でも、相関係数はあまり変化しなかったので、まあ、仮説 E が正しいのではないかっていうことが示唆されているっていう言及しています。でまとめとして、まあ、今回網羅的な検証法で日本語20目的語構文の基本語順についての、まあ、検証仮説を検証して、まあ、大規模コーパスから要例を指示して、まあ、5つの、まあ、仮説を研究をしました。で、分析結果からは、基本語順は必ず2語順というわけではない、基本語順に、動詞のタイプは影響しない、省略されにくい格は、まあ、動詞の近くに出現する傾向がある、二角名詞が着点を荒らすぎ優勢性を持つ場合に2を語順を取りやすい、対象の動詞と語尾に、表記する五角二角名詞は、動詞の近くに出現しやすいということが、まあ、あるのではないかということが言われました。そして、今回の実験では構文的曖昧性が、まあ、ない文を対象にしているので、まあ、正しく構文的曖昧性のある文に対して、まあ、正しく分析できていない、まあ、可能性のある動詞が存在すると考えられています。で、まあ、本研究の手法は、まあ、網羅的な検証に向いてますけども、まあ、やはり信頼性には欠けるので、前段階、あくまで本機械的な検証の前段階として、行って、それで、まあ、その後に直接的な検証を行う必要があるということでした。これで発表を終わります。